人生100年時代って言われてますけど、まあ最後の80歳90歳ぐらいになると何か病気をしたり怪我をしたり転んで骨折をしたりとかですね、まあ脳卒中を起こしてリハビリになったりと、で体をまた元のように回復させようとするときに、まあ、そうやって運動能力をこう上げるわけですね。最近の研究では、脳卒中とかアルツハイマーとかですね、そういうものに対しても、歩いたり、のリハビリやっているとだん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 こう良くなっていくと、例えばパーキンソンでも歩くことによってどん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 、機能がこう例えば落ちていかないようにとかこう維持できるとかいうふうな研究もされております。うちのおばあちゃんもあの脳卒中やりまして、もう随分前ですけどリハビリやってるのを見ると階段を一生懸命今日は登ってきたっていうんですね。で、次の日は今度なんか支え物を持ってこうやって歩いてきたとか言うんですね。でこれは足の筋肉をこう鍛えるためには非常にいいんです。まあ、もちろん足も鍛えなきゃいけないんですけど、問題は、誰かの介添えとか横の棒とか、階段の手すりとかないで自立して自分だけでこう歩くことができるかというと、自分だけで歩こうとすると足の筋肉ついてるのでこうフラ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 するんですね。でまた転んでしまうことにもなるんですけど、これは誰かがこう介添えするとかですね、なんか持ってなきゃ歩けないっていう状態は、本当に自立して歩けてるのかと。杖なんか全く役に立ちませんから、手離すとパタッと倒れるわけですから。で胴体から足がこう生えてるんですね。手もこう動いてるんですけど、で足を一生懸命鍛えても足は強くなるけど、このいわゆる体幹、体のこのボディ、ボックスと言われるこの部分が、しっかりしてないと、いくら足が丈夫でもこうフラ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 してこう、倒れてしまうんですね。特に歩行っていうのはこう片足立ちの連続ですので、片足で立ってどんだけ安定してるかって非常に難しいことは人間やってるわけですね。でそのために、まあ体の筋肉が弱ってくるような50歳以降は体幹を鍛えるトレーニング、もちろんアウターも鍛えてもらっていいんですけど、特に最初は体幹を鍛えるようなトレーニングをしてもらった方がいいと思います。で私がおすすめするのは、まあ、ピラティスとそれに付随するようないろんなトレーニングを、まあ、皆さん組み合わせて、おやりになることを、おすすめしたいと思いますので、どうぞやってみてくださいね。体幹をトレーニングする道具で、お安いものがいっぱいあります。例えばこれストレッチポールですね。これ今1000円くらいから売ってますので、まあ、2、3000円出せば上等なのが来ると思います。まあストレッチポール、まあ、これバランスボールですね。これもいろんなやり方で体幹を鍛えることができます。あんまり大きいの買わない方がいいですね。これ3つ目なんですけど、かえってこのくらいちっちゃい方が部屋の邪魔にもならなくていいし、お値段ももう1000円から2、3000円ぐらいであります。でもう一つ、これちょっと高いんですけど、高いって言っても5000円から1万円前後で売ってるのが、まあ、ハーフバランスボールですね。半分のバランスボール、これこういうふうに上に乗ったりとか、これひっくり返してこの状態で使ったりとか、いろんなことができるんですけど、例えば何にもなしでこう、例えば腕立て伏せをこうするとしますよね。でも下が安定してますので、こうただこれだけと、これでも結構体幹は鍛えられるんです。こうやってじっとこうしてるだけでもですね、いいんですけど、例えばそれにこれを使うとどんな感じになるかっていうと、しっかりこう支えてないとグラグラしますので、グラグラする中でこうやって、体をしっかり、体幹をしっかり、して、例えば足をこう、この運動っていうのは膝を上げるという、こうつまずきにくくする運動ですよね。こう横にやったり内側にやったりとかですね。で後ろに上げたり、はい、こういう運動をするときにここがフラフラしてる方が体幹をしっかりしてなきゃいけないということでトレーニングになりますので、まあ、これはおすすめですけど、死ぬまで歩いていたいという人は片足立ちをずっとこうしなきゃいけないんですね。片足立ちをするということは片足で立っててフラフラしてはいけないということですから、自分の体幹どこまでこう取れるようになったかっていうのはこうやって見ることもできます。まあこんなものですけど、あ、そうそう、これね、空気抜けるのが結構ありますので、ネットで買うのもいいんですけど、お店で買って空気抜けたらこれ空気抜けるよって言ってこう返品してくれる、交換してくれるようなところの方がいいかもしれません。結構いろんな
使い方がこうできるんですけど、楽しんでやるのも一つだと思います。